モノウイはアメリカのネブラスカ州ボイド郡にある法人化された村落である。2010年の国勢調査によればこの村の人口は一人である。アメリカにおいて人口が一人の地方自治体はモノウイ以外に存在しない。モノウイはネイティブアメリカンの言語で花を意味する言葉として伝えられている。この村がもともとあった場所には何種類もの野生の花が 咲いていたことからこの名がついた。ルディの図書館、フレモントエルク・ホーンミズーリーバレー鉄道がこの地にまで延伸された1902年に、モノウィニは村としての区画図ができた。同じ年に郵便局も開設され、1967年に閉業になるまで、ここで郵便が取り扱われていた。この村が最も栄えたのは1930年代で、ある。 グレートプレーンズに点在する小さな村が大抵そうであるように、物イでも若者は大人になるとより良い職を求めて村を出て行っていた。2000年の国勢調査の期間、物イの総人口は2人だった。この2人は夫婦でこの村に住んでおり、名前をルディ・アイラー、エルセ・アイラーと言った。しかし2004年にルデが亡くなったため、 残された妻がこの村の唯一の住民となった。この規模では、エルセ・アイラーは主張の役目を果たすほかなく、彼女は自分に種類販売の免許を与え、その事業で得られた売上で自分に税金を払った。村に4基ある街頭の維持費につけられている州の予算を確保するために、アイラーは年ごとに自治体としての道路計画を策定しなければならなかった。 見捨てられたに近い村ではあるが、物置にはエルセが切り盛りする、物置タバーンという名の酒場があり、彼女はこの村を通りすがる客を相手に、ここで商売をしている。エルセは、ナキオとルディを忍んで作られた、図書館の蔵書五千冊の管理も行っている。物置タバーンの店内風景、アメリカ合衆国国勢調査局によると、この村は0.54平方キロメートルの面積が、 ありすべて陸地である。ボイド郡の東端に位置し、ネブラスカ州全体では北東にあたる。ナイオブララ川とさらに大きいミズーリ川に挟まれた立地である。物上に最も近い村は1 1トルほど離れた臨地である。この村からおよそ3 1 2トルほど行けばオマハという大きな都市がある。国勢調査によれば2010年の時点でこの地域は 臨時の公立学校の学区に含まれる。ありがとうございます。